商業ベースのインテリアデザイナーとしてまあ現在は活動してるんですけど、やっぱりその他大勢のデザイナーのうちの一人にこれからもなるんだろうなっていう、そういう不安感っていうか、その後大学院卒業されて、まあ、日本に帰らずこっち側に残られたってことなんですよね。そうですね、はい。まあ、ちょっと大学院終わって帰るのもあれだったんで、もったいないかなと、こっち の会社に就職してみようかなっていう感じになって、こっちのイマジネーションっていうデザインコンサルタントシーなんですけど、はい、建築系の、はい、そこに8年ぐらいいて、インテリアデザイナーとして、その後は3年ぐらいエイブ・ロジャースデザインっていうところで、はい、まあ、エイブ・ロジャースさんってリチャード・ロジャースの息子なんですけど、あ、そうなんすね。デザイン事務所やってるんですよ。めちゃくちゃすごいじゃないですか。そこで3年ぐらいお世話になって、はい、でそれからはまあフリーランスをちょくちょく始めるって感じですね。で今に至るっていう。そうですね、その今というのが、まあ、スタジオ、高木から、カペランという、あのデザイン事務所、あ、設計事務所ですね。そうですね、ご自身で今されているということなんですけども、どうですかね、どういう経緯でやっぱ実際にこの、ね、ご自身の事務所を立ち上げるという形になったのかというのは、はい、もしよろしければ。割とそのデザイン事務所をこう今からスタートしますというよりは、まあ、フリーランスをしながらお客さんとのコネクションをこう作りながらですね、だんだん、まあ、自分たちで取り始めて、はいはいはい、っていう感じなので、まあ、いつから始めたっていうのはあまりないですけど、まあ、2016年ぐらいから、まあ、自分たちでやり始めたので5、6年ですかね。まあでも事務所形式にした方が、まあ、その後もPR とかもやりやすかったんで、その後まあね、そういう形式にしましたね。僕らは特にそのスタートしますって感じで始まったわけではないですね。これ結構流れというか、まあ、流れって言っちゃうとあれですけども、まあ、自然なご自身のこの、まあ、気持ちの問題とか、そのやりやすさとかで、はい、まあ、事務所を立ち上げられたってことですよね。はい、そうですね。じゃあその、まあ、高木、カペランを立ち上げてですね、はい、なんかこのイギリスと、まあ、日本でこう働いていらっしゃるんですけども、なんかこう苦労したこととか、なんか違いみたいな、なんかやっぱありますか。やっぱりこっちの苦労、こっちの仕事のでの苦労っていうと、やっぱり人間関係ですよね、全てはね。やっぱりあのイギリスでも、まあ、ロンドンっていろんな国の人が働いてますから、はいはい、やっぱりその国ね、独特 の、 その文化というか、まあ、やり方はいろいろあるし、細かいこと言うと、その日本の会社ではやっぱりスケジュールとかデッドライン厳しいけど、まあ、こっちはそういうことよりも仕事の内容で評価するようなところがやっぱあるし、あとはそうですね、日本の人ってデザイナーはやっぱり喋らなくてもデザインができれば食っていけるっていうとこありますけど、うん、こっちはまあ喋れないと思う。確かになんか僕も他のインタビューの方で大学に行った時に面白い講義が、どうやってこう仕事を取るか、営業もなんか課題に入ってるっていうふうに聞いて、日本だと本当ガリガリデザインだけすればいいんですけど、こっちはそういうのもサブジェクトに入ってるんだってびっくりしましたね。そうですよね、コミュニケーションってすごいツールの一つですよね。あと僕一つ最近思うんですけど、日本のデザイナーって割とこうクライアントさんに言われた通りにデザインするっていうのがセオリーなんですけど、まあ、仕事としてのねデザインっていうか、僕割と それはまあそれで重要だと思うんですけど、もちろん。ただ時にはそのクライアントさんをこう騙しちゃう、はいはいはい、ちょっと言い方悪いですけど、あ、でも分かります。クライアントを利用して、自分のこう持ってるアイデア、温めてるアイデアってあるじゃないですか、ね、それをこう実現させるためにタイミングをね、こう見計るっていうか、そういうとこってすごい重要だなって思うんですよね。それをこうどううまくいってこう伝えるかみたいな力とかってそうですよね。コミュニケーション、そのクライアント
とのその関係性もあるんですけど、うんうんうん、そういう姿勢ってすごく自分のこだわりをこううまくこう操作するというか、小出しにしていくというか。わかります。僕もそういうとこはね、クライアント側に回ったことあるんですけど、全然言うこと聞いてくれないですから言っちゃったらあれですけど多分その駆け引きのあれです。そうですね、程度にもよるんですけど、はい、でもこっちに来るとその日本人ってすごく評価されません、日本のデザイナーっていうか。なんかそういう意味では本当に僕も日本の方って日本人に発注したからじゃないですか、はい、でもこっちってあんま関係なく僕に依頼してくださるんですよ。ただそういう意味では確かに評価いただいてるってことですかね。そう思いますよ、うんうん、日本のそのこっちに来て初めて分かるんですけど、日本人のそのデザインに対する感覚とか姿勢、うん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 こっちの人すごいねって言ってくれる人多いですけど、それってやっぱり知らないうちにね、自分たちが日本人がその生まれ育った環境でもらってきてるもんだと思うんですよね。わかります。なんかこっちに来てなんか逆にこう日本人っていうのをやっぱ意識するようになりましたね。ありますよね、はい、なんかこう一つ思ったのはその日本語で整えるっていう言葉あるじゃないですか、はいはい、あれって英語でないなと思って。ああ確かに、整えるっていろんな意味があると思うんですよ。このバランスを取るとか、うん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 、フィニッシュするとか、うんうん、あとはまとめるとか、止めるそういう、あとも片付けっていうのもありますけど、うんうんうん、こっちってそういうことはないですよね、うんうん、あの辺ってすごい日本人っぽいなと思うんですよね。携帯とかの線引くのでもやっぱり整えるっていうのってすごい日本人っぽい言葉な、確かに思うんですよね。こっちの人にそれ説明してもね、はいはいはい、理解されないですよね。確かに、ま、確かにそうですね。まあそれ一つのあれですけどね、例ですけど、まあいろいろありますけど、なんかその辺って日本人のこういわゆる、まあそこは日本人の良さだと思うんですけど、うん、以心伝心というか、うん、整えるでなんとなくニュアンスを組み込んでやってもらえるみたいなあるかもしれないですね、うん、確かに、うん、バランスを見るっていうね、バランスを、うんうん、バランス感覚ってそのやっぱりその辺日本人の、まあ、特性だと思うんですよね。インテリアデザインなんか特にそうですけど、割と 90% はお片付けみたいなもんですよね、デザインの中で。ああなるほど、整頓するみたいな、はい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 、割と片付けがすごいなっていう、から整えることを良しとする日本人ってやっぱりすごいんだなっていう、再認識するって感じがありますね、こっちに。ちょっとじゃあ僕もなんか仕事で今後使っていこうかな、整えるっていつ整えるって言って、整えました、無理やりですよ、うん、それもちょっとプレゼンに入れながらやっていこうかなと思うんですけど、ではまあ今ねそういった形でご活躍されているということで、高木さんのですね今後のまあ展開というか何か展望みたいなのがもしあればいかがですか。今後の展望が、はい、まあ、ないんですよねまあまあでも分かりますけど正直、はい、なんかその感覚というかねそのあれははい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 、難しいですよね。難しいですよね、はいはい、まあ面白いことがあれば、はい、どんどんね取り入れていくし、うんうんうん、まあ僕らここでそう終わる気もないので、うん、始めたばっかだと思っているので、うんうん、そういう意味ではいろんなものも吸収してどん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 新しい仕事をしていきたいですね、うん、あとまあ将来的にはその今イギリスというかヨーロッパの仕事をメインでやってるんですけど、はい、まあ、日本の仕事も徐々に入ってきてるんで、日本の中の仕事をこっちで受け入れるような、うん、将来的には 50-50 って一番いいじゃないですか。そうですね、なんかね、うん、そういう感じでできたらいいなと思ってますよね。いいですね。あ、いっぱい、うん、ありましたね。え、ありましたね最初ないっていうふうにおっしゃってね、ここ打ち合わせの時はねどうしようかなみたいな話をまあまあね、でもあれですよね、はい、どこにいてもできるのが一番いいですよね、うん、でそうですね、確かにとはそうですね、みんな仲良くデザインできたらいいですね。理想ですね、理想ですね、はい、とも仲良くね、はい、
何かあったんですか、大丈夫ですか。大丈夫ですよね、はい、ということで、まあ、最後にですね、高木さんの方から何か宣伝とか告知もしあればこちらの方で、はい、いかがですか。宣伝、宣伝まあ、僕はそうですね、インテリアデザインの方は商業ベースで、うんうん、やってるんですけど、プロダクトの方も家具とかプロダクトの、ね、提案的な作品を、まあ、作ってまして、結構それでいくつかね、受賞されてたのもありましたよね。そうですね、なんか趣味みたいなんですけど、うんうん、なかなか商品化するのが難しいものが多くて、うん、うまいこといかないんですけどね。あ、そうですか。その一つデザインしたのが、割り箸なんですけど、はいはい、これは本当はRCA の時に実は僕デザインした一連の作品のうちの一つなんですけど、20年前からやってるんですけど、はい、割り箸の形で反対側がフォークになってるやつで、最近そのコンペで賞をいただきまして、はい、で、アナってあるじゃないですか、飛行機の、はいはいはい、そこが機内食のカテラリーとしていいんじゃないかっていう、うんうん、お、採用ですかになりそうだったんですけど、なかなか作るのは難しいですよ、やっぱりね、あれって。割り箸って安い、コストが安いから成り立つプロダクトなんで、うん、そこにまあ、フォーク型にするとプレス加工とかね、いろいろ工程が入ってきちゃうんで、そうするとなかなかね、コストが高くなってしまうっていうこと、精神化が難しいという、こういうことも趣味的にやってます。いや、素晴らしいですね。僕はフルーツのテープすごい好きでしたね、はい、フルーツのテープ、はい、何でしたっけそれスイカとかみかんとかマルチスレスね、あれ作ってほしいですよね。あれすごくね、面白いなと僕思ったんですけど、靴は文具さんで賞をもらったんですけど、はい、作ってほしいですね。ぜひなんか商品化になると、あれお子さんがね楽しめるものとしていいなと、はい、思いました。はい、他に何か大丈夫ですか。あ、もう大丈夫ですね。何か言い漏らしたか。はい、そうですね、最近ロンドンで、まあ、日本人オーナーさんの仕事を結構まあやらせていただいてるんですけど、まあ、最近ではその秘伝カレーさん、キングスクロスのコールドロップスヤード、このお店もなかなか好調で、みんな美味しいと言われているので、ぜひ来てください。あと、そうですね、あとまあハッピースカイベーカリーさん、西の方でロンドンなんですけど、これも最近竣工しまして、そこも評判のいい日本スタイルのパンですね。ね、美味しいですよね。美味しいですね、はい、そこもぜひご覧ください。そしたら、ね、イギリスじゃなくて日本に住んでる方はもしイギリスに来た際には、そうですね、もうそこはもう観光名所として、はい、ぜひ行っていただきたいですね。はい、はい、ということでですね、今回のゲストはインテリアデザイナー高木純さんでした。本当にありがとうございました。お時間ありがとうございます。はい、ということでですね、今後もこのように、まあ、イギリス、世界各地で活躍している日本人の方を紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画がいいと思った方はぜひグッドボタンお願いします。ではまた皆さんお会いしましょう。では一緒にいいですか。はい。はい、ではさよなら。さよなら。バイバーイ。